い、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はこちら見ていきたいと思います。はい、今日7月7日七夕に発売されちゃいました任天堂クラシックミニファミリーコンピューター週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン。いやー、ついに出ましたね、キンキラのミニファミコン。さあさあ、ではね、ちょっとじっくりとね見ていきたいと思います。まずね、パッケージから楽しめるようになってます。まず正面こんな感じですね。本当にポンと置いてたらこうジャンプのように見えます。まあそんなことないだろうってね思うかもしれませんが、ちょっとねこう斜めにしてみると、ここにね、あの週刊少年ジャンプって書いてあるんで、もうポンって置いてたらこれジャンプですよね。で反対側ね、どうなってるのかというと、はい、こんな感じです。もう本当にあの雑誌のこの厚みを再現してるというか、こんな感じのデザインになっていて、本の隙間からね、りょうさんがね、みんな買ってくれって言って出てるんですが、って言われても買いたくてもなかなかね、ちょっと本当にね、当日売ってたところあるのかなっていうぐらいね、もうほとんどのお店がね予約でいっぱいになったみたいですね。いやー、とりあえず無事に手に入ってよかったかなと、そんな感じです。で背面のねデザインはこのようになっていて、まあちょっとなんか広告風になってるんですけども、はい、ここにはね今回のねジャンプバージョンに収録されているねタイトルがパッケージで載ってます。まあ後でゲーム画面でも確認しますが、キャプテン翼とか、筋肉マン、マッスルタッグマッチね、で男塾にドラゴンボール、シェンロンの謎で、ドラクエ1がなぜかね1だけ入ってるというね、ちょっとツッコミところがあるんですけども、いいですね。で、あ、天地を食らう、これ1なんですよね。僕的にはこれね2の方が良かったんですけど、収録されているのは1です。で、あとはセイントセイヤとか、もうね全部言うとね大変なんですけども、もうこれほんとね、僕あの1980年生まれなんですよ。そこそこのまあおっちゃんなんですけど、まあほんとはね、あの少年時代をこう共にしたタイトルというかね、懐かしいものばかりです。まあ僕にとってはね新作とかではないんですが、今の時代のねお子さんとかにはね、ほんとあの画面はレトロですが新作揃い。まあほんとあの僕の時代ってね、ゲームといえばファミコンだったんで、いやとりあえずこれね、もう買ったのは正直にあの所有欲というか、もう脅威本味というか、まあそんな感じですよね。まあ懐かしむためもあって、まあいろんな思いを込めてね買ってみました。さあではね、ちょっとね楽しんでいきますか。ちなみにこれあの値段言ってなかったですが、上新で買ったんですけどもね、定価で8600円ぐらいでした。前のねファミコンミニがですね、これがね7000円ちょっとだったと思うんで、タイトル数はねこっちね30なんですが、20でちょっとね値段は高くなってます。まあ限定生産ということなんでね、まあ売ったりする気はないんですが、多分ねこれからね値段の価値は上がっていくものだとは思います。では開けてみていきましょう。どこからかな、あ、この上ですね。さあ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 、どうなってるのかな。さあ言い過ぎたではでは行きましょう。箱もめっちゃ大事にしたいですからね、こういうのってね。ではでは行きましょう。あ、ジャンプのマークで、なんか謎の QR があります。ではでは行きましょう。お、この中にファミコンが入っているのもまた逆にちょっと面白いんですけどね、テクノロジー詰まりまくりでしょさあではでは出していきましょう。いいね。あ、説明書もちゃんとね今回のバージョンになってますね。白黒ですがきらめき感がわかります。でその説明書は、はい、ここはシンプルかな、はい、こんな感じですね。まあつなぎ方は前と同じですね、こんな感じです。本体にね電源用の USB ケーブルと、あとねテレビとの接続に HDMI ケーブルをつなぐのみですね。さあさあ、それではねいよいよと見ていきたいと思うんですが、内容物はこれがねまずね HDMI ケーブル、これはまあ家にねたっぷりあるんでね、このままね予備で保管しておきたいと思います。であとねこの光ってるのがもうこの袋の上からでもめちゃめちゃわかりますねすごいな。あとここにね一応あの電源供給用の USB ケーブルね、これもねあの結構同じねケーブルあるんで、今回はね保存用に置いておきます。さあではね、いよいよです、本体を出していきたいと思います。さあではね、いろんな方がもうすでに、ね、開封してますが、僕もねいよいよ開けてみましょう。じゃあどこからいきますかね。まずコントローラーですよね。 2P からいきましょうか。いやーでもね 1P からいこうかな。 1P の感じはどうなっているのかなと。はい、ノーマルですこれは前と変わりないのかな、っていうか綺麗ね。でやっぱり小さいねやりにくさは抜群ですねでもう一つの方が 2P ですね。 2P 側ははい、
こちらも同じですね。マイクは今回も使えない仕様になってますね。 2P なんでスタートとかセレクトもないです。いいですね。本当にこの時代のコントローラーシンプル。十字キーと B と A とだけですからね。すごいな。最強ですよねこれね。でいよいよね、さあそのベールを脱ぐ時が来ました。ではでは金のファミコン見てみましょうか。やばいね、これは輝きすぎでしょ。これもう金粉かいうぐらいもうギンギラギンやねこれ。おーもしょすげー。おーファミコンや。ここ赤へんね、相変わらずね。もう完全に関西のおっさんに戻ってまいりますけどね。いやー金のファミコンや。ちょっとコントローラーちゃんとしておこう。あっていうかこれは取っておきましょう。これはね、よいしょと。でちゃんとねつけておきましょう。こうやってねここに装着。はい来た完成。あっかん笑ってまう。これあここも取れへんのか。いやー面白いね。金ですよ。未だかつてこんな金の本体ってあなんかあったような気がしますけど、僕自身は金色の本体買ったの初めてですね。やばいなこれ。あちゃんとここジャンプのマーク入ってますね。でファミリーコンピューター任天堂で一応ねちょっとゆっくりとね前から後ろにかけてこんな感じになっております。で側面もねちょくるっと見ておきましょう。はいこのようになっていて、後ろにはね HDMI と USB の差し込み口があります。で両サイドからコントローラーのケーブルが出てますね。で反対側がはいこのようになってます。でねもう一度ちょっと底の方を見ておきますね。はいこんな感じになっていて、底のカラーは前のやつと同じかな。いやすげえ。じゃあちょっとあの前のやつと並べてみましょう。さあ最近まで実はちょっとねあの封印しちゃっておりましたファミコンミニ、久しぶりに出しますね。ではではでは出していきましょう。よいしょ。これはこれでね本当最初は感動しましたよね。いや今でも感動なんですけど、やばいな。ではねこちらも出していきますね。うわすげえ真っ白。ピュアですねピュア。やばいね。これはこれでいい。はいこんな感じで2つのミニファミコンが揃いました。素晴らしい。白のファミコンと金のファミコン、あなたが湖に落としたのはどちらですかみたいな。おとぎ話に出てきそうなファミコンですね今回のファミコンね。やばいな、もうほんとどちらもこう手のひらサイズで、なんなんでしょうね。もういい時代ですね。あれですね、そういえばネオジオミニもねもうすぐ出るんで、そちらもねちょっと予約してるんでね、あれともまた出たら、ね、比較してみたいですね。で、あ、そう。形はね、あの大きさは前のファミコンミニと同じですね。それだけ言いたかった。さあさあ、ではですね、まあ、せっかくなんで、ちょっとね、プレイ画面もね、お見せしたいと思います。よし、じゃあ準備完了。ちょっと直撮りになりますけどもね。はい、もうバッチリと準備できました。で、今回電源ね、モバイルバッテリーでいってるんでね、チーロ、おなじみチーロね。さあではね、無事に起動できるか行ってみましょう。電源オン。行くか。どうだ。来い。来ない。あ、インプット間違えてんのかな。よいしょ、おいしょ、こうかな。ちゃうわ。こっちか。行けてるはず。おー、行けた。おー、ははは。すげえ。音がちっちゃいかな。おー、なにこれ。暗黒神話から止まってんのこれ。え？で、よし、やるぞ。すげえ。おお、こういう順番ね。キャプテン翼、筋肉マン。おお、男塾に、生徒聖夜。おお、すごい。あ、いろんな音楽流れた。すげえ。へえ、天地を食らうね。2やってよかったのにな。あと、ドラゴンボールとかね。わあ、いいな、ファミコンジャンプ。一番、これがね、熱いね、ファミコンジャンプのね、英雄列伝ね。で、北斗の拳、これね、あの、モノマネ芸人さんが一遍これのマネやっとってめっちゃおもろかったっす。建物に入っていくケンシロウっていうのをね、やってて。で、あ、タルルトくんね、もう僕ね、もう、あだ名タルでしょ。もうどんだけ言われたか、小学校時代、タルルトくん。江川さんやね。おー、で、キャプツバ、あ、一周回ってきた。なるほど。まあ、画面の感じはあれですね。前のミニファミコンとレイアウトとか同じですね。あ、ここちゃんとあの、ファミコンジャンプ仕様になってる。すげえすげえ。いい感じ。
で、オプション画面も一応軽く見とこうか。あ、これも一緒やね。アナログとかなんていうか、アナログにしたらどうなんやろ。あ、ゲームの画面に近かれるのか。そっかそっか。今4対3のままでいいや。で、オートデモと自動シャットダウン、画面焼けかね。で、あ、これは権利か。で、説明書。おい、UR ちゃうわ。QR や。UR は住宅や。よし、じゃあちょっと軽くしましょう。まあ、ちょっとやるしかないね、北斗の拳。行くぜ。あ、ちょっとここ2人用できるとか、ちゃんと表記もあるんですね。では行きましょう。北斗の拳。わははは。笑うしかないやんか、こんな。じゃあ、行きますよ。てれれれてれてれれやね。いけるかな。やべ、やべやべ。嘘。やば。奇跡や。おもろおもろい。やべ。あ、誰も入られへん。もう、このゲームのシステム全然分かってないからね。ほんで。もう、ほぼスパルタン X やんって思ってまう、これ。あ、そう。ちょっと。もう、何が飛んできてるのあれ。斧かな。よく見たことなかった、今まで。何これ。モヒカンが飛んでんの。赤尾すげえ。何こいつら、むちゃくちゃやねえか。おじゃ、入れる入るところやりたいんやけど、入れんのかな。入られへんね。え、めっちゃ真剣にめっちゃ頑張ってくる。これてか指めっちゃつるね。やっぱちっちゃいから。おっと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 、あるあるあらら、ちょっと待って、よいしょ、オッケー。どこまで行ったらいいのこれ。どこまで行くの。ごめんね。これこんな、ちょっと待ってね。全然わかってんやからね。で、死にかけてるね、これね。やばい。入りたいのに。端っこまで行かなかったのかな。あかんやられてしまう。もうやられてしまうよ。おいこのゲームクリアできる人おんのかな。 YouTube とかで見てみよう、クリア動画。よし、めっちゃむずいやん。でもこれあれですよね、昔このゲームを1本買うのに言うたら 4,000 円ぐらいしとったんですよね、ファミコンソフトって。そういうのが20本ぐらい入って、あーち今の死に方。蹴りながら行ったよ。もうええわ。北斗の拳終わりじゃ、リセット。はい。あ、中断ポイントもできた。あ、どうで、またゆっくりやろう。で、北斗の拳3と。さあ、じゃあ、あと、ワンタイトルぐらいやります?あ、筋肉マン気になるけど、店長クラウドか。あ、でもここは、行きますか、ドラクエ。ちょっとね、どうしよう。最初の、スライムぐらい出るとこまで行きます?ねえ。すごいね。スピード選びますもんね。じゃあ、スタート。あ、パスワード入れたよかったかな。まあ、ええやん、ね。じゃあ、何しよう。タールでいいか。そうやね。僕、タールやね。タールと、コントローラーやりに行く。外付けのね、今回コントローラーにしたらよかったのにね。オータル、勇者のロトの血を引くまで、その他を来るのを待っていたぞ。その昔、勇者ロトが神から光の玉を授かり、魔王たちを封じ込めたという。しかし、いずこともなく現れた悪魔の化身竜王がその玉を闇に飛ばしたのじゃ。この地に再び平和を、ってめっちゃ力んでますやん。よっしゃ、たれよ。すげえ。竜王を倒し、その手から光の玉を取り戻してくれ。わしからの贈り物じゃ。そなたの横にある宝箱の箱を取るがよい。なんで一時宝箱の開けさすんかね。わからんよね、このシステムね。そして、この部屋にいる兵士に聞けば旅の知識を教えてくれよ。ではまた会おう。勇者たるよ。すごいね。力むね。すごい。王様の顔1000やもんね。これ1000ね。よいしょ。この1個がもう1ドットやもんね。言うたらね。昔で言うね。って考えたらすごいな。これ取るやもんね。調べるじゃないよ、これ。調べてもじゃないよね。宝箱がある。うん。確かに。取るやからね。おぉ、すごい。宝箱にお金入れてたよね。振り込みにしてくれてよかったのに。で、はい、松明ね。そうそう。このゲームね、松明なかったらね、真っ暗なのダンジョンとかね。で、もう一個何やったかな。剣やったかな。あ、鍵か。鍵もね、扉開けるために行く必要なのよね。すごいね。どんな鍵やね。鍵弱すぎでしょ、これ。鍵抜いていこうよ。
階段もコマンドやし、すごいなんかもうあかんゲーム実況してるみたいですけどね。ドラゴンクエストの原点ここなんでね。さあさあ行きますよ。もういきなり出てね、最初のスライムに勝てるかどうか。いやでもとりあえずは銅の剣ぐらい買う。銅の剣ってやったっけ。ドラクエ1のこと忘れましたもん。主人公みんな正面見っぱなし、話す来たやもんね。 すごいよし買うぞ。竹竿すごい選択か。よし、あ銅の剣買われへんのか。じゃあコンボにしよう。コンボよし行くぜ。よしコンボと、じゃあ、基本的なところで、まあ布の服なんでしょうね、ここの選択肢は。はい、装備していく金でないんかな、この時代ってなかった気がする。よし、どうやねったっけな。え強さちゃうな、道具ちゃう。あもう装備してるんか。あそっか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 、そういう概念なかったか。もう覚えてないですよドラクエ1。よしじゃあちょっとスライム出ろ。よし、あスライムベースや、青が良かったのに赤の方出た。よしでもいや、とりあえず戦おう。勝てるかな、これ勝たれんかったらやばいっすよねこのゲームね。いいなぁ。ていうか何回も言うけど、このコントローラー大きいのでやりたいね。すげえ指ついそう。2歩、いいねいいね。お父ちゃん4しかないの。弱スマイルベス、スマイルベスって確かに笑ってたけど。いやいいや、よしよし、もう1匹ぐらい何か。あ普通のスライム出た。よしいいね。あーたまらん、1しか与えてんし、頑張ってるなぁ。お勇者たる頑張れ。さあどうなるよ。おー倒した、1ポイント1ゴールド。すげえ、スライムどこにお金隠してたやろ、体の中かな。っていうことはペトペトや。はい、てな感じでリセット。いいね、すごいね。パスワード取られるのもよく分かったら、リセットしたら別にええもんね。楽、時代に感謝。じゃあどうしよう。えなんかちょっと見たいの、もう全部見たいんですけど、そんなことしてたらもうとんでもなく長い動画になっちゃうんで、じゃあちょっともうほんまにちょっと僕ちょっと懐かしみたいんで、マッスルタッグマッチ、たまたま音楽かかったけど、これちょっとやらして。あら懐かしい、来た、赤いカセット思い出す。よし行くぜ。あそうやそうや、こんなん選ぶんや、もちろん筋肉マンでしょ。えあ敵も選べんのか、すごいね、ロックマンシステムやね。よしこれやり方知らんけどね。え？あ、敵ちゃうか、今の相方か。おぉ、そうそう。なんかね、こう、これ飛び蹴りばっかりやってた。よいしょ、こう、そう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 。すごいね。格闘ゲームやで、これ。おし。格闘。あ、そうそうそう。ビヨーン。おわーう。あ、ダメージ食らった。あ、ちゃうの？おやりゃーっと。おーしゃっ。おお、交代しよった、バッファローマンちゃんは誰だっけ、全然出てけん、名前。まあ、いや、ああかん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 、意味わからんやつ出た。何何、もうカッコつけてる、いちいちこっち見るなよ。いちいち無理、あー、2個目取られた、もう。なんか、しびれてる。もういい、もういい、もういいじゃない。いやいや、もう何、チートやん、こんなん。おお、すげえ、バックドロップ決めた。ああ負けた。喜んどるわ。喜んどる。あ、ブロッケンか、ブロッケン。ブロッケンや。もういい、リセット。はい、終わります。はい、ちょっと、じゃあ、ちょっと音消しますよ。はい、ということでですね。ありがとうございました。はい、本日ね2018年7月7日七夕にね発売されました、ミニファミコンの、はいこちらね、ジャンプの金色バージョン50周年記念かな、こちらをね購入者で紹介させていただきました。いやー、いかがだったでしょうか。もうたまらないですね。いや、とにかくね、あの中に入っているゲームは、まあ、正直ね懐かしいゲームで、ね、まあ昔ね遊んでたゲームばっかりなんですけども、まあこれだけのタイトルが詰まって8000円ちょっと安いですよね。うん、安いんですよ。言葉切られないですけど、ねえ、もうクソゲーばっかやんとか、ねえ、まあ、言う人は言うとは思います。
ね。いや僕はそんなことないですよ、本当に面白いタイトルばっかりなんで。いやこれだけ本当にこの中に詰めて発売してくれた任天堂さんに感謝ですね。でですよ、まあこれこのチャンネルではちょっとやらないですけど、ちょっと別でねやろうと思ってるんで、もしそれがね可能だったら動画の説明欄にねちょっとリンク貼るんで、ね、ぜひ見てほしいんですが、このファミコンってパソコン使って多分ねこれもねできると思うんですよ。あなんかデモ始まった多分できると思うんですよ、多分ね、うん、あくまで多分ですけども、それをちょっとね実験で、まあ僕のちょっとサブっていうんかな、ゲームの実況チャンネルみたいなのをちょっとこっそりとやってる時があるんで、まあ疎通ばっかり配信してるんですけど、そちらの方にねもしできたらアップしたいと思ってますんで、まあちょこちょこっとしたことね、実験的なものなんで多分やってみます。はい、ただここではやりません。なのでもしねできたら本当にリンクの方貼ってみるんで、ぜひねそちらの方も見てみてください。まあ、てな感じでね、今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタムでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ。すごい画面怖っ。じゃあねー。